ご紹介ありがとうございます。秋田大学の松本です。このようなタイトルで紹介させていただきます。まずはじめに、この研究背景といたしまして、白金属金属と呼ばれる金属、まこちらに示しますパラジウムや白金、ロジウム、ルテニウム、オスミウム、イリジウム等は産業上非常に重要な金属となっております。供給 がもともと少ないということや価格が非常に高いということがありますためその供給や価格の安定化のためには使用済みの触媒等からこういった薄金属金属をリサイクルすることが必要不可欠となっております。 今回、我々がターゲットとしております、白金属金属は、このパラジウム、白金、ロジウムという金属になりますけれども、こちらの白金属金属は、主に自動車排ガス浄化触媒と呼ばれる触媒に使用されております。 でこの自動車排ガス浄化触媒の中に使われるこれら金属は、全供給量に対する割合が非常に高いということが知られております。例えば、全供給量の,そのパラジウムの80%、白金の40%、ロジウムの80%が、この自動車排ガス浄化触媒に用いられているというふうに言われております。 また、ここにお示ししておりますパラジウムや白金、ロジウムといった白金属金属は非常に価格が高いということが知られております。その中でも特にこのロジウムという金属は非常に価格が高いということで皆さんご存知のことかと思います。では、従来技術とまたその問題点についてご紹介させていただきます。 従来のこの白金属金属の分離回収法、いわゆるリサイクルの方法といたしましては、こういった白金パラジウムロジウムをまあ含むものを酸によって溶かし出す、いわゆる浸出させた後、溶媒抽出と呼ばれる方法によって、最初にパラジウム、次にこの溶媒抽出の方法によって白金、最後に残った 液かららロジウムを回収すするといった方法が取られますこの方法の1つ大きな問題点といたしましてはこのパラジウム、白金、ロジウムの回収の順番を変えることができませんつまりこのパラジウム、白金、ロジウムというこの順番でしか回収することができませんここで問題となるのはこのロジウムという金属,や金属がパラジウムや白金の 5倍倍から10倍ほどの値段がするとということですですので、ロジウムをできる限り先に回収がしたいというニーズがあったとしても、回収の順番は変えられないというのが従来の回収方法でした。やっぱりロジウムの積極的な回収ができないというのが、これまでの特に大きな問題点でありました。こういった 白金属金属のリサイクルをする際にま金属組成によっては例えば白金もしくはロジウムを先に回収したいといったニーズがございますしかし現状ではこの回収の順番を変えることができないため経済性の低い順番で回収せざるを得ないという状況が発生いたします またロジウムは積極的な回収ができずあくまで残り物から回収をするという回収方法になりますためロジウムを高純度の状態で回収するというのが非常に困難ですそういった中われわれはロジウムの選択回収法というものを過去に開発して発表しております この方法は、白金パラジウムロジウムを含む塩酸溶液に対しまして、芳香族の第1級アミン化合物、例えばこちらに示すような構造のアミン化合物を添加することによって、ロジウムを選択的に沈殿として回収することができるといった技術になります。 まあこうしたロジウムを積極的に回収するという技術はこれまでなかったことから非常に有用な技術であるということで既に報告をしております。こちらの方法の一つ問題点といたしましてはここで用いました回収剤というのはあくまでロジウムに対して特異的に作用するものでありますためロジウム以外の 白金属金属は回収ができま,せんまたこの方法で回収されたこのロジウムはかなり特殊な形で回収できるのですがこのロジウムの選択性が少し十分ではない特にこれら金属の濃度が上昇いたしますとこのロジウムの選択性が下がってしまうといった問題点がございました。 また、この沈殿回収を行うにあたって、このアミン化合物を比較的大量に使用しないと回収ができないといった、そういった問題もございました。そこで、我々は新たな白金属金属の回収方法の開発を行った中で、新たに、 メタキシリレンジアミン、まあ、MXDA と略させていただきますけれども、この MXDA を白金属金属の沈殿剤として用いることができるということを新たに発見いたしました。でこの MXDA を沈殿剤として用いることによりまして、これまでの技術では達成することが非常に困難でありました、白金およびロジウムの優先回収を 達成するるこことととがができるということが分かりました、またこの白金とロジウムにつきましては、この MXDA を使うことによって、それぞれを個別に分離するという、この蓄次分離回収ということを、一つのこの MXDA という物質で行うことができるということが明らかとなっております。ままたたこの回収されました の白金やロジウムは、このこ金ら金属が金と白金とイオン結金と白金と白金と白金とい金というととも明とかとなっております。まあ後ほど詳細を白金と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 白 蓄字分離できるのかと申しますと、ここでお示ししたこの4結晶、こちらの形成に大きな速度差があるということが、一つ大きな鍵となっているということを明らかとしております。では、具体的にどのような形で白金やロジウムを回収することができるのかということを説明させていただきます。 大きく2段階、最初に発菌、次にロジウムという形で回収ができるのですが、まず第1段階といたしまして、ロジウム、発菌、パラジウムを含む塩酸溶液から、発菌を沈殿として回収するといった手順につきまして、説明させていただきます。まず、ロジウム、発菌、パラジウムを含む塩酸溶液に、 メタキシリレンジアミンより MXDA を添加し浸透いたします。そうすると沈殿が生成いたしますので、その上積みの溶液を金属量分析を行うことによりまして、どのような金属が沈殿したのかということを調べております。その結果がこの下に示すグラフとなりますけれども、この青色で示している四角が白金の まあ沈殿率ということになります。こちら見ていただきますと、横軸に塩酸濃度、縦軸に沈殿率を示しておりますが、どの塩酸の規定数におきましても、選択的に白金が沈殿として形成されていると、沈殿として回収されていることがわかります。特に塩酸濃度の高い領域におきまして、高い回収率で白金が選択的に 回収されていいるとでこちら右側のグラフでは横軸に浸透の時間縦軸に金属の沈殿率を示しておりますけれども見ていただいて分かります通り非常に短い時間から白金が選択的に効率的に沈殿として回収されているということが分かるかと思います。 まあこちらの結果から明らかなとおり、この MXDA を用いることによって、白金の洗濯沈殿回収が達成できるということが分かりました。続きまして、この MXDA を用いた際に、金属に対する MXDA の添加量を変化させた実験を行いました。 その結果、用いる MXDA の量を増やしていきますと、最初は白金のみが沈殿するという、先ほどお示ししたデータになるのですが、MXDA の量がある一定以上になりますと、ロジウムが回収されるようになるということが分かりました。こちら、緑色で示しておりますのが、このロジウムの沈殿率になります。 さらに過剰に MXDA を加えていきますと、パラジウムも同時に回収されてくるということがわかりました。つまり、この MXDA の添加量が比較的少ない領域にて、発菌が選択的に沈殿回収できるということがわかりました。 ここまでが第1段階で発菌を沈殿回収するという工程になります。続いて第2段階といたしまして、発菌の沈殿回収後に残りましたロジウムとパラジウムの溶解している溶液からロジウムを沈殿として回収する第2段階について説明させていただきます。 ロジウムとパラジウムを含む塩酸溶液に MXDA を添加し、浸透し、得られた沈殿を遠心分離によって沈殿させ、上積みの金属量を分析することによって沈殿率を求めております。下に結果を示しておりますけれども、横軸に金属に対する MXDA の添加量と沈殿率の関係を示しております。 こちら見ていただきますと、MXDA の添加量が増えますと、ロジウムが回収されてくるということが分かります。でこちら見ていただきますと、MXDA の添加量をいくら増やしても、パラジウムは沈殿してこないということが分かりました。先ほどお示しししいたしましたまように、 金パラジウム、ロジウムを含む塩酸溶液を用いた際には、MXDA の添加量を増やしますと、最終的にパラジウムの沈殿も生成いたしました。しかしながら、白菌が存在しない場合には、えー、MXDA の添加量を増やしても、パラジウムは沈殿しないということが分かりました。つまり、パラジウムの沈殿というのは、白菌は、 金の沈殿が存在することによって誘発されるものであるということがこの結果から明らかとなりましたこちら右側のグラフは浸透時間と沈殿率の関係を示しておりますけれどもこちらに関しましても比較的短時間でロジウムが効率的に回収選択的に回収されることがわかるかと思いますこちらの結果から ロジウムとパラジウムを含む溶液からロジウムの選択沈殿回収を達成することができることが明らかとなりました。では、この第1段階と第2段階を合わせましてロジウムと白金とパラジウムを含む塩酸溶液からの白金とロジウムの蓄字分離回収を行いました。 まず、こちらの溶液に、この MXDA を白金に対して15倍モル加えて浸透を行います。そういたしますと、白金の沈殿物が生成いたしますので、ろ過によって白金沈殿物を回収いたします。で、そのろ液にはロジウムとパラジウムが含まれておりますので、こちらに MXDA をロジウムに対して90倍モル添加いたします。 その後浸透し、生成した沈殿を露化いたします。ここで生成する沈殿はロジウムを含む沈殿ということになります。で、最終的にこの露液の中にはパラジウムが含まれるといった工程となります。実際の金属沈殿率を評価いたしましたところ、この最初の第一段階における回収率は白金が96%。 ロジウム3%、パラジウム0%ということで、白金の選択的な沈殿回収が達成できていることが分かります。第2段階では、白金が3%、ロジウムが86%、パラジウムが5%ということで、第2段階では選択的にロジウムが沈殿していることが分かります。最終的にほとんどのパラジウムが残液として残るということも確認できております。 この結果から白金とロジウムの蓄字分離回収が達成できたと、この MXDA という一つの物質によって蓄字分離が達成できたということが分かりました。今回のロジウムの回収では、こちら見ていただいて分かる通り、少しロジウムの回収率が低いということが問題でありました。ここを改善するための方法といたしまして、 ロジウムの回収を行う際に、別で作成いたしましたロジウムと MXDA からなる沈殿物、もしくは結晶、こちらを少量添加することによりまして、ロジウムとこの MXDA からなるこのイオン結晶の形成を促進させるということを行いました。 そういたしますと、これは横軸に MXDA の添加量、縦軸に沈殿率となりますけれども、えー、通常の方法ですと、MXDA をロジウムに対して50倍モル以上添加しないとロジウムが回収されないのですが、えーまあ、少量のロジウム MXDA のイオン結晶を添加して、えー この沈殿回収を行いますと、MXDA の添加量が少ないところでも選択的にロジウムが沈殿してくる。さらに、この沈殿率も、この結晶を加えた時の方が高いということがわかりました。 で具体的に、このロジウムと MXDA からなる結晶なんですけれども、まあ、こちらは典型的なこの結晶の様子なんですけれども、ロジウムとこの MXDA の結晶というのは、ロジウムの塩酸溶液に MXDA を添加して、整地しておくだけで、大体いい一晩ぐらい整地しておきますと、非常に大きな結晶が実は得られます。 こういった結晶でも良いですし、浸透によって作成した粉末状のものでも同様にこちらに示したような効果を発揮いたします。こういった形で使用する MXDA の使用量を低下させることができるということと、ロジウムの回収率を向上させることができるということが分かりましたので、こちらの方法を踏まえまして、 実際のリサイクルを想定いたしまして、触媒の浸出模擬溶液からの金属回収を行いました触媒の浸出模擬溶液、こちらは自動車、排ガス、浄化触媒を想定した模擬溶液となっております白金パラジウム、ロジウムに加えまして、セリウムやアルミニウムといった金属が大量に含まれるような模擬溶液と なっておりますこの溶液を用いまして先ほどと同様にまず MXDA を白金に対して15倍モル添加し最初に白金の沈殿物を回収いたします次にその路液に対しまして MXDA と MXDA とロジウムの4結晶これはまた別で作っておいたものということになりますこれを少量ですが添加し ここで加える MSDA はロジウムに対して20倍モルという少量で十分です。で、浸透し、ろ過をしてロジウムの沈殿を回収いたします。で、最終的にはパラジウムを含む溶液が残るということになります。で、実際の金属沈殿率は下の表に示しておりますけれども、第1段階で選択的に白金を94%回収することができております。 第2段階といたしましては、ロジウムを選択的に88%回収することができております。最終的な残液にはパラジウムとそれ以外の金属が含まれるということで、今回のこの MXDA を用いることによりまして、白金とロジウムを選択的に蓄字分離回収することができるということが明らかとなりました。 では、どのような形で白菌やロジウムが回収されているのかというのを、白菌と MXDA およびロジウムと MXDA からなる単結晶を作成し、単結晶 X 線構造解析を行いました。その結果、白菌につきましては、白菌の塩化物アニオン。 に対しまして、この MXDA がプロトン化したものが1対1の割合で、こういったイオン結晶を形成しているということが分かりました。一方、ロジウムにつきましては、かなり複雑な構造をしておりますけれども、プロトン化した MXDA、ロジウムの塩化物アニオン。 また、水やオキソニウムイオンや塩化物イオンを含んだようなイオン結晶を形成して選択的に沈殿しているということが分かりました。また、今回この中にはデータは示しておりませんけれどもこの白金とロジウムのこのイオン結晶の形成速度にものすごく大きな差があるということが分かっております。 その大きな差があることから、えー、迅速に、えー、結晶が形成される白菌が先に、えー、回収される、また、えー、この結晶の形成の遅い、まあ、特にこの結晶核形成が非常に遅いということが分かっているのですが、このけ結晶の形成の遅いロジウムが、えー、後から、えー、回収されるということが分かりました。 で想定される用途といたしましては、えー、今回のお話の中にもありましたように、えー、自動車、排ガス浄化触媒等の、えー、触媒からの、えー、ロジウムや白金の選択的な、まあ、回収、リサイクルに使用することができると考えております。また、選択性の高い回収技術でありますため、えー、白金属金属の生成の方法としても利用できるの,のではないかというふうに考えております。 実際に実用化に向けてということになりますと、実際のリサイクルで使われる進出液には様々な金属、様々な元素が含まれておりますので、そういったものに対して実際に今回の回収剤が適用できるのか、何か回収率や選択性を低下させる因子がないのかというところを検証していく必要があります。 また、スケールを大きくした際には、拡半であったり、ろ過であったり、そういったところでの問題が発生することもありますので、スケールアップしたときのさまざまな問題について検証していく必要があろうかと考えております。 企業への期待といたしましては、まあ、こういった白金属金属の回収を実際に行っている企業さんであったり、まあ、今現在は行っていないけれども、興味のある企業さんにぜひ、共同研究として一緒にこの技術を使える技術にしていくというところをお手助けしていただければなというふうに考えております。 本技術に関する知的財産はこちらに示すとおりとなっておりまして、今回用いました,た MXDA は三菱ガス科学さんが製造されているものになりますので、この三菱ガス科学さんとの共同という形で特許は出願しております。最後、問い合わせ先といたしましてはこちらに示すとおりとなっておりますので、ご興味のある方はぜひご連絡いただければ幸いです。 発表といたしましては以上となります。